はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。本日9月10日金曜日です。今日はですね、2022年の後期朝ドラですね、来年の秋から始まる朝ドラの制作発表がありましたので、最速で紹介していきたいと思います。タイトルは舞い上がれということで、どういったドラマになるのか簡単に触れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、だいぶ先なんで、それまでのスケジュールを押さえておきたいと思います。まず現在放送中のおかえりモネは10月29日の金曜日で最終話を迎えます。だいぶ盛り上がってきましたが、もう清原かやさんはじめ演者の方はもうすべてクランクアップが報告されておりました。続いて11月1日から始まるのがカムカムエブリバディということで、3人のヒロインが登場します。その辺が見どころかなと思います。そして2022年の前期朝ドラはちむどんどんということになっています。ちむどんどんは沖縄本土復帰50年にあたる2022年ということで、沖縄で生まれ育ったヒロインが東京でシェフとして成長していく姿を描いたドラマということが、報告されており、もキャスティングもだいぶ決まってきております。ということで、このカムカムエブリバディとちむどんどんのキャスティング等については私の過去動画で紹介しておりますので、そちらを見ていただければなと思います。そしてちむどんどんが終わった後ですね、はい、それが舞い上がれということで、まだこのロゴしかできてませんが、放送開始は2020年の秋からということになっております。はい、舞い上がれは第107作目の朝ドラにあたりまして、 NHK 大阪が制作を担当したわけですが、舞台は2つあります。おかえりモネでもね、宮城県と東京が舞台になっているんですけれども、舞い上がれはものづくりの町東大阪と自然豊かな長崎五島列島が舞台になるようです。それぞれどういった土地柄なのかというところを簡単に触れたいと思います。まず東大阪は松下、パナソニックやシャープという家電メーカーが立地しているということで、技術力の高い中小企業が多数立地するものづくりの町として全国に知られております。また花園ラグビー場があるというのも特徴的なところですね。はい、この東大阪とゆかりの深い女優さんですが、トト姉ちゃんでヒロインを演じられた高畑充希さんは、東大阪市で会社を経営する両親のもとに生まれたということで、幼少期は東大阪の方で育っていったということになります。お父さんが社長さんということですね。はい、一方五島列島はですね、ほぼ全域が再開国立公園に指定されるなど豊かな自然景観を有しています。島々には多くのカトリック教会が点在し、2018年に世界遺産登録がなされたようです。はい、ということで、五島列島にゆかりの深い女優さんはちむどんどんヒロインの姉役を演じられることに決まっていまして、それが朝ドラ初出演となる川口春奈さんが五島列島の出身であるということは、結構多くの方が知られているのかなというふうに思います。はい、それでは舞い上がれについて時代設定など簡単に触れていきたいと思います。1990年代から現在を描く現代劇となっているということで、おかえりモネみたいな感じになるようですね。だいたい NHK の朝ドラというと、戦前と戦後を描いている、ヒロインの、波乱万丈な一生という感じが多いんですけれども、そうではないということです。
史実に基づいてるか基づいてないかというところですが、まあ、これはなくて、まあ、オリジナル作品になるようです。ストーリーですが、ヒロイン舞がものづくりの町東大阪と自然豊かな長崎五島列島でさまざまな人との絆を育みながら飛ぶ夢に向かっていく挫折と再生のドラマですということで、まあ、この舞い上がれの舞というのはヒロインの名前ですね、舞とかけられたネーミングとなっているということになります。キャスティングはまだ制作発表が行われた段階なので決まっていませんが、どういった方が参加されるのかっていうところは楽しみかなと思います。特にヒロインですね、また選び方ですね、オーディションなのか、指名 NHK 側が指名したのかというところも気になるところです。はい、そんな舞い上がれの脚本を担当されるのは桑原涼子さんです。桑原涼子さんは1980年生まれということで、まあ、現在41歳ぐらいですかね。京都府京都市出身で早稲田大学文学部を卒業されております。桑原さんは中途失調による重度の聴覚障害を持つ方であります。そして2020年1月には自らの震災体験をもとに執筆した NHK ドラマ心の傷を癒すことで初めて連ドラの脚本を担当することになるということで、私もこの心の傷を癒すことというのを見てましたが、これですね、大阪だけで放送されたんですかね、ちょっとわからないですが、これは史実に基づいたドラマになっておりまして、在日韓国人の精神科医アン・カツマサさんが阪神大震災発生時に自ら被災しながらも他の被災者の心のケアに奔走した若き精神科医の話が描かれておりました。ということで、ここで NHK でこのドラマで脚本を担当したことが朝ドラの制作陣に評価されたということでの投入になるかな、採用になるかなと思います。はい、最後に登場人物とキャラクターの方を紹介して終わりたいと思います。ものづくりの町東大阪で町工場を営む父浩太と母めぐみの間に兄優斗とヒロインの舞が授かります。ヒロイン舞の性格は引っ込み思案ということですが、舞からすると祖母にあたる祥子が五島列島に住んでいるということで訪れる機会があったようです。そこでですね、五島列島の広い空に風を受けて力強く舞い上がる五島の民芸品でもあるバラモンダコに見入られ、やがてパイロットになる夢と育まれていくということです。バラモンダコとは、そのバラモンとは活発で元気がいいという意味で用いられた言葉で、バラモンダコは五島列島の民芸品となっております。はい、ということで今回は8月27日に制作発表が行われた2022年朝ドラ後期作品舞い上がれについて最速で紹介してきました。パイロットになりたいという夢を持つヒロイン舞の挫折と再生のドラマ、キャスティングも含めてどのようなドラマになるのか非常に楽しみであります。はい、ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録コメントも非常に励みになりますのでよろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。